から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。9月5日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティのコマーズでございます。はい、今週もですね、沖縄県のサッカー情報をお話ししていきながらね、ワイワイガイガイやっていきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋まじゅん、バーガー&バーボーソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もですね、シークレアのヨヘナさんに来ていただいていますよ。どうもこんばんは。こんばんは。当たってる、聞こえてるよ、大丈夫。こんばんは。聞こえてるな。聞こえてますね。よろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いいたしますね。はい、今週もね、ちょっといろいろお話ししたいことがあるので、サクサクやっていきましょうか。はい、お願いします。はい、前節行われてました J3FC 琉球の試合ですけどね、前節もアウェーで試合があったんですが、はい、見事1-0で勝利を収めまして、首位をキープしておりますよ。はい、あれ、どうした、入ってます、入ってる、はい、大丈夫、大丈夫ですね。俺の声がうるさい。俺の声がうるさいって。はい、1-0 だったかな、藤枝だったのかな、まあ、アウェーでね、はい、試合ありましたけど、1-0 で、なかなか難しい試合だったらしいんですけど、もう俺ちょっとダゾーンでも何も見てないんですけど、はい、なんだろう、ファンの皆さんのね、サポーターさんのコメントとか見ると、はい、なんだろう、負けない試合を勝つようになったと、はい、いうコメントも出てたので、こういった形で試合をね、進めることができた琉球はやっぱり今年強くなったなって感じるよっていうコメントがね、はい、やっぱり多々あったので、うん、やっぱそれはなんだろう、耳でね、いろんなところからそういう情報を聞いても、はい、やっぱ思うことだし、実際会場にね足を運んで試合を見てても、はい、ああそうだなって思う部分がやっぱり目に見えてね出てきてるので、このもやっぱちょっと楽しみだなと思いますよ。はい、ただね、まだまだ残りね、ありますので、そうですね、うん、油断してる人はまあ誰一人ね、もう俺ぐらいだと思うんだけど、油断してるのは。いや、期待してます。そうですね、はい、このままちょっと周囲ねキープしていっていただけたらなと思いますよ。はい、その FC 琉球なんですが、今週の土曜日はホームでの、試合がまたありますよ。はい、ですね、9月8日の土曜日、同じくね、県総タピックの方でね、はい、試合があります。ただ、最近は午後6時キックの試合が多かったんですけど、はい、今回は午後7時、19時キックオフとなってますので、そうですね、もう暗くなってますね。はい、はい、ちなみに、この日はね、ヨヘナさんが住んでいる富城市の隣の糸満市民デーと、はい、そうですね、まあ、糸満市のね、はい、皆さんがね、糸満市民デーとなってますので、糸満市民の皆さんをね、はい、ぜひね、ちょっと周りのね、はい、皆さんお誘いの上、会場にね足を運んでいただけたらなと思いますよ。はい、正直俺がこんなこと言っちゃダメだと思うんですけど、はい、去年まではちょっと見に行っても、あーあーって思う試合もさ、3試合のうち1試合はあったりとかしてたので、はい、今年はね、やっぱり見に行って面白いなと思うし、初めて見に行くっていう人を連れていくと、はい、こんなに面白かったんだなって思うような、感想がただやっぱ聞かれるので、はい、この今ね、はい、やっぱ調子もいいし、結果も行っていますので ね、はい、ぜひ FC 琉球、はい、背中をね、皆さんで押していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、続きましてですが、九州リーグがね、前節ありまして、こちらも、沖縄から参戦しています沖縄エスパー、あとね、川銀行サッカークラブの試合が前節あったんですけど、はい、沖縄エスパーさんの方は6対1で対勝しておりました。まあ、はい、でね、はい、川銀行サッカークラブは、これさ、これ俺6-0って聞いてる、もっと点取られてたかな、8-0 ね、外銀さんはちょっとね、ちょっと大敗してましたね。まあ、首位のチームでしたよね。そうですね、はい、現在首位のチームに、ここでね、なんとか勝ち点を
取ってもらえたらなっていう部分もちょっとあったんですけど ね、 うん、今エスパーが2位でね、うん、宮崎だっけ、宮崎なんとかなんとか、はい、なんとかなんとかって俺ひどいな首位のチームに対して、はい、まあ解放銀行サッカークラブがね、はい、この首位のチームを叩いたらね、またこの次節やってくる沖縄県ダービーもちょっと楽しみになったのかなと思う部分があったんですけど ね、 まあ、もしかしたら今んとこちょっとこの2チーム、エスパーと宮崎さん、そうですね、まあ、J を目指してやってるチームなので、まあねまあ、実力がちょっと抜けてますからね、まあ、ちょっと難しかったのかなと思いますけど、はい、FC 宮崎か、そうですね、解放銀行サッカークラブの試合見るとやっぱ 8-0、 はい、大きくねちょっと負けてしまってましたので、はい、ただまだまだね九州リーグの方もまだ続きますし、はい、今お話があったようにね、両チームともにね上を目指しているチームですので、はい、今後もちょっと注目していきたいなと思いますよ。はい、はい、で今少しねお話もありましたが、今度の日曜日9月9日の日曜日はですね、南城市陸上競技場にて沖縄エスパー対解放銀行サッカークラブの、はい、沖縄県ダービーが、はい、はい、ありますのでね、午後1時キックオフでございます、はい、この沖縄県からね出てる九州のトップでね、はい、戦っています2チームの試合ですので、皆さんもねぜひこのタイミングを合わせて会場に足を運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、あとですねちょっと前節もちょっとお話ししてたんですけど、あれどこ行ったかな先週ね行われてました第30回北中城村長杯沖縄県、選抜、はい、サッカー少年大会の結果がね出ておりましたよ、はい、優勝はですね、各ブロックからまた勝ち抜いて、2日目になるのかな、はい、1位決定戦のトーナメントがあって、そこで勝ち抜いて優勝したのは那覇 FC、 おで準優勝が沖縄市、となっています。沖縄市のねトレセンチームになるのかな、はい、そうですね、なかなかねやっぱりこの各地域のね選抜チームっていうのも面白いのかなと思いますし、いろんなね人たちいろんな方々がまた集まって何が面白いかっていうと、はい、いろんな考えがそこに集まるじゃないですか、はい、だからなんていうのかな、普段やってるチームとはね全く違う考えとか、はい、まあ人もねポジションも細かく言えばいろいろ変わってくる中で、そうですね、はい、やっぱりこれだけの多くの人たちがサッカーに関わって、はい、こんなに大きな大会がね、俺はあんまりよく分かんなかったんですけども、第30回って、ね、まあ、僕たちも出ましたけど、すごいなってやっぱ思いますよ。こういう大会がねもっともっとちょっと注目を浴びてね、はい、やっぱり出場できる機会がね多くなっていけばいいのかなとも思いますし、そうですね、まあ、トレセンの活動自体がね昔に比べてスケジュールが結構組まれてるので、そうですね、チームでトレーニングする日程も結構ありますしね、日頃から、はい、僕たちみたいにその時期になったら選ばれるとかではなくて、はい、年間通して皆さんで活動されてるので、はい、コンスタントにね、そうそうそう、その辺はすごいいいチーム作りができてるんだろうなと思いますけど、ね、昔はやっぱりこのなんだろう引っ張り合いじゃないんですけど、うん、ね、強行させて出場させたりっていうのも、まあうね、中にはあったり、強いところでねやりたいっていう素直な気持ちを優先させてあげることができない時期もね、そうですね、あったり、そういう選手がいたりね、もうそういうのもあったはずなんだけど、この地域も含めてね、はい、そういう形がやっぱり確立できているという環境はねやっぱり素晴らしいのかなと思う部分もあるのでね、そうですね、こういった環境に対してのね取り組みだったり考えっていうのもね、また今後もちょっといろいろお話ししていきたいなと思いますよ。はいはい、はい、あとですね、これは何か喋ろうかな、すいません、ですね、先週この土曜日かな、はい、決勝戦が行われてました J 沖縄杯争奪、沖縄県女子サッカー選手権大会、はい、はい、これはですねクラブチームとまた高校のね、女子サッカーチームが出てトーナメントであったんですけど、決勝戦がね先週、近畿フットボールセンターにて行われまして、三里高校が、はい、見事に小座高校を4対1で下して優勝しておりますよ、三里高校女子サッカー部の皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。はい、あとですね、これまで喋っとこうかな、先月か沖縄県でね、はい、女子フットサル選手権の沖縄県予選がありましたが、はい、はい、沖縄から出てたのが、あ、俺よ、ダメだな、やっぱり名前ちゃんと調べておこうと思ってたのに全然調べてない、フッ
ットサルとね、沖縄県予選を勝ち上がったレアル、はい069をこれね、もう56って呼んだと思うんだけどさ、はい、ね、すいません、レアルの皆さんがね、沖縄県代表として出ますが、9月15日にね、福岡の方で、この九州大会が行われますのでね、なかなかここからね、応援に行っていくことは難しいと思うんですけど、はい、また番組でもね、はい、結果、この、沖縄県代表のレアルの皆さんのね、はい、活躍をお伝えしていきたいなと思いますのでね、皆さんもぜひ、応援していただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい。はい、すいません。相変わらず、あれなの、時間配分ができていないんですが、お、コメントがちょっといくつか来ているので、読みたいと思いますよ。はい、これはシュプリームさんかな。こんばんは。あれ、この番組で一番しっかりしてると思った噂のちびっ子がいないです。そうなのよね。うちのガキンチョの方がしっかりしてるんだよ。帰りのさ、車の中でさ、ダメ出しされるわけ、俺。あんなこと言ったらダメだよって言われるわけ。あ、はい、すいませんでした。さすがだな、スプリームさん。はい、そしてね、富樫選手、3戦連発弾で勝ちましたねって。うん、そして12試合負けなし、12試合負けなしなんだ。すごいね、琉球。すごいですね。はい。すごいですね。こうやっぱりなんだろう、勝ち方というか、はい、勝ちのリズムがねできてきてるなっていう部分がありますね、はい、今後もちょっと楽しみにしていきたいなと思いますよ。はい、あと野内千奈さんからもこんばんは、9月ですね、今夜も来ましたよって。はい、どうもありがとうございます。アジア大会終了、日本は女子が優勝、男子は準優勝の結果でしたねって、はい、2年後の、東京オリンピックのアベック金メダルに向けてさらなるステップアップをということで、でもやっぱりね、韓国は徴兵免除のね目の前にちらついたのか、韓国はやっぱり強かったですねって。うん、決勝見ました？少しだけしか見てないです。どうでしたか？いや、まあ韓国の方が強いので、日本はねちゃんと、はい、守備的な戦術で、すごい韓国のメディアからねすごい批判されてる内容もありましたけど、批判される覚えはねえよ。実力からしたら当然の作戦だよなとは思いますけどね。そうですね、まあ俺が、まあ、こんなこと言ってもさ、もう仕方ないんですけど、もちろん負け惜しみなんですが、はい、よくやったと思いますよ。もちろんもちろん、はい、見据えて、もちろんね優勝を目指してましたし、はい、優勝できれば一番いい結果ではあるんですけど、はい、一番の目的は経験を積ませたいっていうのが、ね、当初からの目的で、はい、23歳以下は使わず、あえてね、2年後のオリンピックに向けて21歳以下の代表を使って、はい、まあ、オーバーエイジも使わず、はい、まあ、韓国はそれをフル活用してますので ね、 そうですよね、はい、ただやっぱり森保さんの考えとしては、この1試合でも多く国際試合を、はい、まあ、ガチンコの試合を経験させたいっていうことだったと思うので、はい、それを考えると決勝まで行ってね、そうです、アジアの中で一番最後まで長く試合をしていた日本っていうのは、はい、なんだろう、目的はね達成できてる部分はあるのかなって思いますし、はい、格上のチームって、そうですよね、相手にしているので、決勝まで行くだけでもちょっとびっくりしましたけど、それはやっぱありますしね、はい、そんな中でやっぱり結果出してて、なんていうんですかね、呼びたい選手を何枚か呼べないっていう現状の中でさ、はい、あそこまでやっぱ結果出してるのは良かったんじゃないのかな、まあ、つまんないっていう人もいれば、いろんな、ね、意見はあるとは思うんですけど、まあ、はい、その日本は日本なりの制限の中で、はい、結果を出せたんじゃないかなって思いますけどね。ただなんだろう、これも負け惜しみなのかもしれないですけど、はい、試合が終わってさ、もう嬉しいのは嬉しいから、もうそれは仕方ないんだよ。試合が終わって挨拶をする前にさ、はい、韓国の選手がこの国旗を持ってセレモニーをしてたのは見ただけないなって、日本はああいうことしないでほしいなって思うのが、ね、成長よく見られた場面が多かったのでちょっと寂しいな、はい、もう兵役免除とかさ、政治絡みのことを成長言うなよって思うわけさ。関係あるけど、ね、まあ、韓国の選手からしたら、まあね、向こうの人からすると関係ありますけど、俺らからしたら関係ないんだから、どんなのも言わなくていいんだけどなって思いながらさ、ね、はい、見てましたね。これ初心者さんからコメントが、ツイキャスの音声 BGM に声が負けちゃってる感じがします。悪い、俺の声が悪いのか、すいません。気をつけます、すいません。やばいやばい、相変わらずちょっと時間配分ができていないので、この辺で一旦 CM に行きたいと思いますよ。いけるかな、どこだ、一旦 CM です、どうぞ。
人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院。パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ。6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋マジュン。握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき。思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、ですね、後半も沖縄県のサッカー情報をお話ししていきたいと思いますよ。大丈夫？これで聞こえてる？はい、大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。すいません、はい、はい、沖縄県出身のね、J リーガー情報をお話ししたいと思いますよ。はい、今日もね、カップ戦がありまして、今夜のね、カップ戦で出場してたのは川崎フロンターレ所属の背番号20番知念選手。はい、はい、今日も知念選手がもらったファウルなのかな、PK をね、蹴って先制ゴール決めてましたよ。はい、うん、蹴らしてもらってます ね。いろんなサポーターさんのね、コメント見ると、小林選手よりも知念、はい、選手が蹴った方が安心感があるとか。まあね。いろいろあったんですけど、まあ、ターンのね、ボールをもらってから前を向くあのプレーの評価が高いのさ、はい、よく見られて、今日もさ、そういうコメントが多かったんですけど、はい、ボールを集めたらやっぱり何かしてくれそうな気がする選手だなっていうのをね、はい、現地で観戦しているサポーターの皆さん、多くの皆さんがね、ちょっと評価しているのかなっていう部分なのでね、はい、今後もね、こういったところをちょっと注目していきながら、知念選手を応援していきたいなと思いますよ。はい、はい、もう一人、ジュビロ磐田所属背番号7番のね、田口選手は、カップ戦はなかったんですけど、前節ね、はい、Jリーグ、古巣の名古屋相手に戦っていましたが、ね、大敗してましたね。6-0でしたよ。6-1かな。6-1でしたね、最後大井選手がね、はい、決めてましたもんね。前半終了の時には1-0で名古屋が勝ってたんですけど、後半にね、はい、一気に5点取られて、まあ、磐田が1点返したのもロスタイムなので、まあ、なかなかね、一方的な試合だったような感じはしますよね。難しい部分ですね。一つ二つ歯車が狂っちゃうとね、そういうことって出てきますしね。結果的に言えば名古屋がもうめちゃめちゃハマって、はい、磐田がね、アリ地獄に落ちたみたいな感じなのかなと思うんですけど ね。技術的にはやっぱりね、名古屋の選手高かったですね。そうですね。技術もそうなんですけども、なんだろう、磐田のサポーターさんのコメントとか見てたらさ、年俸もさ、はい、全然違うくて、ザ・トヨタみたいな、年俸も高いよみたいな、あんだけね、はい、やっぱ集まれば、ああいうサッカーしてくるなっていうのもあったのでね、まあそれはそれでね、そのチームの力なのでね。いやもう風間監督の、戦術が、まあ、選手を入れ替えたことによって、やっぱそれを再現できる選手がいるってことじゃないですか、やっぱり。でゴールがついてきてる、やっぱりこのシャビエルって選手とジョーですか、彼らがやっぱ活躍するようになってきてるので、はい、怖いっすね。怖いっすね。溜まってますよね、本当にね、はい、今11時ぐらい、11位ですかね、名古屋。そうですね、なので岩田がその一つ上ぐらいなんですよ、はい、どこまで上がっていくんですかね。ね、名古屋降格するんじゃないかって最下位にいましたから、だからよね、ハラハラしてましたけど、あどうなるんだろう。いや、絶対もこのまま上に行くでしょう。今までにないような流れが、はい、できつつあるのかなと思いますけどね。はい、あと J2 の方に行きますと、ですね、試合に出てたのは、はい、蒲田マーレ讃岐所属の背番号9番ガナハ選手、先発でね、突入出場した後半途中まで、はい、出ていましたけどね、なかなか結果が出ずにね、はい、4-0 だったかな、ガナハ選手がアウトした後も2点取られて、結果ね、4-0で負けてましたけど、降格争いね、はい、マッシュグラなので、ちょっと頑張ってもらいたいなと。 FC 琉球と
いや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 、そこはなんとか、はい、あ、一緒のリーグにやってほしいなっていう。はい、あともう一つロアソ熊本所属のね、背番号20番上津選手もフォワードで今季初になりますけど ね、 ね、高校時代以来ですけどね、フォワードって、うんうんうん、先発フル出場してましたよ、はい、ただロアソもね、ちょっと負けちゃってはいたんですけどね、この2人のね、活躍も今後もちょっと期待していきたいなと思いますよ、はい、そうですね、はい、やべやべ、時間がないからこの辺も先にやっとこう、はい、メールがね、ちょっと来てたので、読みたいと思いますよ、小山さん、スタッフの皆さん、こんばんなし、こんばんなしっていうことは、ダオニコさんだな、はい、はい、早速ですが、本州は、地震とね、台風が相次いでますね、サッカー選手の中には今回の自然災害で被害に遭った人も多くいるはずです、うん、はい、そこで皆さんからエールをお願いします、それではなし汁ブシャーって、ダオニコさん、なんだろう、東北地震の時もやっぱそうなんですけど、はい、こんな時にね、スポーツ、こんな時にこのなんだろう、不謹慎だとかっていう声もね、はい、あった中で、ただスポーツでしかね、できないこともたくさんあると思いますのでね、はい、うん、選手の皆さん、またサポーターの皆さん、とってもね、大変だと思うんですけど、はい、またね、少しでもちょっと顔が上がっていくようにね、はい、そういう意味でもサッカーが大きく貢献できたらなと思いますのでね、大変だけど ね、 そうですね、頑張ろう、はい、はい、あとごめんなさい、あとコメントも来てましたのでね、これはシュプリームさん、居酒屋山順の CM のカウンター席が気になるよって、うん、ベルギー並みの高速で料理が出てくるの最近あれだね、シュプリームさん、のベルギーの高速カウンター大好きだね、大好きですね聞いときます、はい、あともう一つ、脳内チナーさんから、男子代表ね、日本、森保ジャパン、はい、試合日程がね、あさってが札幌ドームでチリ、はい、来週火曜日がコスタリカ、また来月はね、パナマ、ウルグアイとまた試合が続きますのでね、はい、楽しみですね、楽しみですね、はい、どんなサッカーするのか、まあ、メンバー選ばれ発表がね、背番号もね、今日発表されてましたし、ね、面白いなって思いますけどね、はい、楽しみです、うん、でもう一つ野内さんからね、アジア大会男子日本チームの収穫は大学生のね、上田選手の活躍、うん、はい、準決勝で値千金の決勝ゴール、はい、面白かったですけどね、良かったと思いますけどね、三好選手もやっぱ目立ってたのかなと思いますし、はい、なかなか期待が、そうですね、まあ、結果が出すのはね、やっぱそんな簡単なものではないんですけど、はい、見ててなんだろう、楽しみが増えたというか、うん、そういう部分はありますのでね、今後もちょっとこのね、はい、東京オリンピック代表のね、ちょっと動向も追いながら、そこにな、沖縄の人かな、選ばれないかな誰にって言うの、いや、選ばれるんじゃないですか選んでほしいな、はい、大林でもいいからそっちかそこの方が難しいね、田口選手田口選手、はい、いや、本田選手が狙ってますからね、あー、そうだね、はい、ただ、今ね、ゆめさんがお話ししてたように、日本はね、まあ、はい、年齢上、やっぱり守ってカウンターではないんですけど、はい、的な戦術でね、今大会臨んだんですけど、まあ、東京オリンピックに関しては同世代のね、皆さんが入ってきますので、はい、そこでね、まあ、どういったサッカーするのかっていうのも、楽しみだなと思いますのでね、いや、メンバーまだまだ変わると思います、そうですね、全然全然本当に変わっていくと思います、はい、若い選手は全然伸びしろがすごくあるので、そうですね、この辺はちょっと楽しみにしていきましょう、はい、はい、ですね、いろいろちょっとお話ししていきましたが、もっとね、ちょっとお話ししたいことがあるんですけど、まずは、ちょっと繰り返しになるんですが、今週末行われます FC 琉球のちょっとお話をね、またやっておきたいんですけど、はい、9月8日土曜日、これ糸満市民デーですよ、皆さん、糸満市民の皆さんはね、無料で入れますのでね、県総タピックの方で、19時キックオフとなってますのでね、はい、現在首位の FC 琉球をね、応援しに来ていただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします、はい、またね、9月9日には、九州リーグのね、沖縄ダービーが、はいはい、沖縄エスパー対海邦銀行サッカークラブの試合がね、またありますのでね、この辺も皆さん、そうですね、はい、エスパーのなんだろう、サイトに載ってた煽りがさ、はい、そう面白くてちょっとかっこいいなと思ったんですけど、この青の対決みたいな感じが書かれてましたのでね、はい、伝統の青が勝つのか、この改革改革だったかな、ちゃんと覚えとけって感じです、すいませんあ、面白いなと思ってたんですけどね、そうですね、
キャッチコピーがね、はい、今週末ね、また沖縄県でちょっとバチバチに熱い戦いが行われますのでね、皆さんにも注目していただきたいなと思いますよ。はい、はいはい、なんだかんだ喋ってるうちに今週もね、アディショナルタイムが残り1分を切ってしまいましたよ。もう今週もね、はい、バタ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 、ちょっとクレームって言っちゃった、初心者さんからね、はい、もうコメント注意というかね、ありがとうございます、すいませんね、もう聞こえて大丈夫か、今は大丈夫なのかなですかね、はい、本番中に聞くなって感じ、はい、あーやばいやばい、時間がないので今週はこの辺で終わりたいと思いますよ。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心ビビでご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーオーソルチ、以上各社の提供と、今週もね聞いてくれた多くの皆さん、そして AC クレアのヨナさんのおかげでね放送することができましたよ、ありがとうございました。ありがとうございます。また来週もねゆるくお届けしていきますので、また来週も聞いてください。それではありがとうございます。ありがとうございます。でした。うん、まずライキン J2 昇格。